ちよちです。こんにちは、えっちゃんです。そしてこんにちは、まえちゃんのまえです。うわーもう今回はこの懐中電灯を使ってライトセーバーを簡単に作ってみようと思います、はい、おいいね。スターウォーズがお好きというのを聞いていたので、今回こちらの企画をご用意させていただきました、はい、ありがとうございます。それでは材料がこちら、クリアファイル、セロハンテープ、透明折り紙、黒いビニールテープ、シルバーの懐中電灯、以上です。はい、それでは早速作っていくんですけれど、こちらに透明の折り紙がいっぱいありますね。はい、ね、はい、お好きな色を1個選んでください、はい。この色がライトセーバーの色になります。はい、色が赤で。エイシングが青、はい、ヨッチが赤です。はい、そうしたら、その透明折り紙を4つ折り、うん、4つ折りすることによって光のね色が濃くなります。できた、できましたか。はい、できました。そしたらそれをライトのこの光る部分に貼り付けていきます。はい、このようにかぶせてセロテープで、なるほど、固定するんですね。この時なるべくフィットさせるようにたくさんのセロテープを使って止めていってください。はい、2人ともつけてみてください。おー、バッチリです。いい感じ。はい、続いてこちらのクリアファイルを使っていきます、はい、2枚を用意しましたら、はい、このように縦に並べて、つなぎ目をセロテープで裏からも表からも留めちゃいましょう。はい、はい、そうしましたら、はい、これをライトのこの円周に合わせて丸めていくんですけれど、これがちょっと難しいです。太さが均等、または先が細くなるようにやってあげるとちょっとかっこよくなります。ライト側の方は黒いビニールテープで留め、先の方はセロテープで留めて固定していきましょう。大丈夫、なんかバットみたいなホームラン打ってそうだね。ライトセーバーしよう、これ。はい、難しいな。ちょっと難しいんですよね。ちょっと難しい。共同作業で2人で協力してやってもらえると結構厳しい。よし、いいんじゃないですか。 OK、 OK、 できましたか。できました。おお、まず明るい状態で1回つけてみましょう。つけてみて、ポチ、明るいところで、せーの、ポチ。ちゃんとね、もう伝わってていい感じだと思います。いいね。はい、それでは一旦ね、電気を消して、はい、マイチャンネル、エイシンくん VS モモ TV、ヨッチでちょっと戦ってもらいたいと思います。またねー。